はい、皆さんこんにちは、パパズクッキングです。本日ご紹介する料理はお餅で作る大福です。お正月で食べきれなかったお餅、まだ冷蔵庫に残っていませんか？お餅って美味しいですけど、焼き餅も食べ過ぎると飽きてしまうし、鍋に入れても使い切れないですよね。そんなお悩みのあなたに必見です。レンジで簡単に作れる大福を作ります。今回はいちごが美味しくお手頃の価格になったので、いちご大福を作ります。使うお餅は2個、お餅1個約 50g、 お餅2個で大福4個が作れます。まずはお餅を細かく刻みます。半分に切ってから5ミリ程度に細かく刻みます。とても硬いんでね、十分注意して切ってください。このようにね、両手でしっかりと押さえながら切ると安全に切れます。ちょっと頑張ってね、これぐらいの大きさに切ってください。次は砂糖水を作ります。水 40cc、 お砂糖が 30g。 このままだと完全に溶けないので、ちょっとレンジでね温めます。600ワットで1分間加熱します。これでかき混ぜてあげると完全にね砂糖を溶かすことができます。先ほどのお餅にこの砂糖水を入れて、ラップをふわっとね優しくかけます。再度600ワットのレンジで2分間加熱します。レンジから出すととても熱いので、ラップを外すとき火傷に注意してくださいね。このラップを優しくかけても今のように破裂する場合があるので十分気をつけてください。ゴムヘラを使ってお餅をこねます。ちょっと最初はかき混ぜにくいのですが、よくかき混ぜてください。だんだんとこのように粘りが出てきてお餅が柔らかくなります。このようにとろっとなれば完成。麺器を用意して少しね、緩く絞ったタオルで拭いてください。麺器が程よく濡れて、ここにね、片栗粉を入れるんですけども、麺器が濡れてると片栗粉がね、全体的にこのように広がりやすくなります。お餅をね、4等分に分けます。約 35g に小分けします。このような感じに、ね、なります。次にいちごを用意します。いちごはなるべく完熟しているものを選びましょう。このヘタの部分を切って洗ってよく水気を取っておきます。今回はこしあんを使います。まず作業台にラップを広げて、ここね、こしあんの角を、チューブの角をね切って、20g 絞り出します。こういうナイフを使ってちょっと平らに伸ばしてもらって、いちごを真ん中に乗せたら、包み込むようにあんこをまとわせます。
この時あんこでいちご全体を包み込むように茶巾のようにします。先ほどのお餅に全体的に片栗粉をよくまぶして、いちごが上になるようにお餅をかぶせてひっくり返します。お餅の端をつまんでいちごとあんを包みます。周り全体をつまみ込んで、あんこを隠すように包み込みます。包み込んだらお餅同士をつまみ、蓋をする感じで閉じていきます。この部分が下になります。手にお餅がつかないよう片栗粉をつけて丸く形成していきます。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。お正月に余ってしまったお餅で驚くほど柔らかい大福ができるなんて意外ですよね。旬のいちごやフルーツを使えばいろんな大福が作れてとても楽しめます。中に入れるあんこの量はお好みですが、少ない方がフルーツの味がとても楽しめると思います。ぜひご家庭でもお試しください。それではいただきます。Gotta trust your gut, yeah, no matter what happens.